こんにちは、わざかつです。今日は白魔女みゆさんによるタロット占いです。こんにちは、深谷の白魔女やっていますみゆです。私の、放棄は車椅子です。今回は、このタロットカードで4月の恋愛運を見ていきたいと思います。では始めます。今回も3択で、選んでいただきますね。よし、いきます。じゃあまずは A の方、はい、次は B の方、次は C の方。それでは開けます。じゃあまずはね、この A の方ね、 A の方から行きます。じゃあここの B と C の方、ここに置いておきます。じゃじゃん、行きますよ。 A の方、開きますよ。じゃん、おー、ワンドの1ですよ。あのね、結構ね、恋愛のことをね、恋愛の出会いとか、そういうことを基本にこう見たいなと思ってたんだけど、A の方っていうのは、恋愛だけじゃなくて、周りの人でちょっとクリエイティブな感じの方たちとの、何かこう発想豊かな人たちとの出会いがね、ちょっとこうあるんだよね。4月から、4月からそうだな、4月の中ぐらいかな、こう出会いがあります。だから恋愛だけじゃないんだけども、 A の方っていうのはそのなんかこう人間関係でもちょっと本当にこう素敵な出会いがあるので、自分の中のこう眠っているそういう表現する力とか、自分がこう思い描いてやりたかったこと、それを後押ししてくれるような出会いが待ってます。恋愛についてもそういうとてもこう素敵なこう個性的な人とこう出会える、シングルの人がね、シングルじゃない、パートナーシップを持っている方っていうのは、4月そうだな、楽しいことをしようっていうのがすごくメッセージが出てきてるから、そのパートナーがいる方もちょっと楽しいことをこうちょっと計画してみるといいのかなと思います。はい、それではじゃあ、B の方ですよ。はい、じゃあカードを開きます。じゃん、カップのキングだね。カップのキングはね、恋愛とか出会いとか、シングルの人も、パートナーシップ持ってる方にも、伝えるメッセージっていうのは、順序よく言っていきたいと思うんだけども、4月、まずはシングルの方っていうのは、出会いというよりも自分の中で内面的なものを高める月っていうのかな、そういうのにちょっとこうフォーカスしてほしいなと思います。例えばそうだな、4月でね、ちょっと新しい生活始める人もいるからバタバタしてると思うんだけど、できればそうだな、自分のためにちょっとこう映画を見るとかね、一冊本を自分に買う、そして自分の内面をこう豊かにする、そういうことがね、豊かさの意味でもあるキングのカードだから、それを積極的にちょっとそれをやった上で、これからの出会いだったり、そういうものに自分自身がこうさらに魅力的アップみたいなね感じにこうつなげていけたらなってちょっと思っています。パートナーシップを持ってる方っていうのは、豊かさとか、とこのカードのメッセージの中では、優しさ、
相手に対しての優しさっていうのをね、自分の中からこうもっともっと表現するっていうことをちょっとこう、やった方がいいのかなと思う。普段なかなかね、ちょっと素直になれないとかさ、あるじゃない。で、そういう時にね、このカードを選んだ方がね、ちょっとこう素直になってこう自分の中でこう相手に対しての思いやりだったり優しさだったりね、そういうのを何でもいいから恥ずかしがらずに、まあさっきの A の方じゃない、 A の方じゃない、間違えちゃった、さっきのそのシングルの方でもないんだけども、まあ例えばパートナーいる方は一緒に映画を見るとかさ、一緒にちょっとなんか、そうだな、普段、読まなかったとしてもちょっと本屋さん一緒に行こうよみたいな感じでさ、2人にちょっと買う、もうプレゼントするっていうのかな、それでもちょっといいかなと思います。はい、ぜひそうしてください。最後 C の方いきますね。 C の方、じゃん、いきます。 C の方のメッセージ、ワンドの4が出ました。これはね、すんごくね、なんていうのかな、こう、なんだろう、今ある場所とか出会ってる人、出会ってない、シングルの方もそうだけども、すごくこう、なんていうのかな、そこから何かこうきっかけっていうのかな、恋愛のそういうものがいろいろとね、ちょっとこう含まれるっていうのかな、そういうことがね、ちょっと出ているの。例えばだけど、シングルの方ね、シングルの方だと、そうだな、まずはそう、自分のお家、お部屋、ちょっとね、ちょっと恋愛とは関係ないんじゃないと思うかもしれないけど、お部屋をね、ちょっとね、自分の部屋をきれいにするっていうのをしてほしいんだよね。きれいにして、その上でちょっとこう雰囲気をちょっとふわっとさせる、春だからってこともあるんだけど、自分の今いる場所の空間を大切にしてほしいってことなのね。このカードを見て分かるように、なんていうのかな、やっぱりこう家っていうのかな、空間、そういうものをまずこうきれいにしていく、素敵にしていくっていうことっていうのが出てるのね。でこれがこうパートナーシップ、恋人同士とか夫婦もそうなんだけど、そのパートナーシップの方のメッセージとなると、やっぱ一緒にいる場所っていうのをね、やっぱ大切にしましょうよっていうか、してるんだけど、いざ言われてさ、なんていうのかな、そうだって気づくことってあるじゃない。だから、例えばこう、一緒にご飯食べる、食器とかさ、そういうことの、ちょっとこう、考えたり、またはそこまでじゃなくても、2人でちょっとこう一緒にいる時間にこう一緒に持てるもの、ペアルック、ペアルックっていうのはちょっとねペアルックじゃないな、なんて言うんだろうね、お部屋でゆっくりとお揃いの、コップでもいいんだよね、そういうものをちょっとこう持って、こうゆったりとした楽しい時間を過ごす、そういうことにちょっと4月はこう思いをこう向けてほしいかなと思います。はい、それでは白魔女ミュウの占いでした。またね、バイバイ。深谷市では技人を紹介しています。詳しくはホームページをご覧ください。